サトシ君は我が雛見沢ファイターズの頼もしい選手ですからね。席はちゃんと開けておきますから。いえ、当分は戻ってこられないと思うので、一度退部にしてもらった方がいいと思いまして。何かあったんですか？実は僕、アルバイトを始めるんです。それで。アルバイトですか？はい、もうすぐ聡子の誕生日なんです。聡子が欲しがっているぬいぐるみがあるので、それをプレゼントしてやりたいと思いまして。そうですか。サトシ君は本当に妹思いのお兄さんですね。喜んでくれると嬉しいです。わかりました。そういうことなら。それと監督、バット持ち帰ってもいいですか？バットですか？その、一人で素振りの練習をするくらいの時間は取れると思うので。そうですか、ぜひ持って行ってください。ありがとうございます。それじゃあまた。